それでね、まあ、ちょっとね、もうメモ順にね、あ、はいはい、もう追っていきたいというかね、ええ、もう話題があるのはあるんですよ、うん、まずね、幽霊の足跡、ああ、言ってたでしょ、はいはい、はい、あれ先生、ね、行けたら行ったらいい、うんうん、あれなか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 見応えあるというか、へえと思った、あれ別に年1回とかじゃないですよね、年1回じゃないです、法要、法要がある時、多分だから次は盆かな、うん、とは思いますね、見れるんですよ、で写真も撮れるし、へえ、うん、で聞いたら話も聞かせてくれます、うん、あれはまあいいんじゃないですか、うん、で話自体もめっちゃいいんですよ、まあ言いましょうか、はい、あのね、そのね、あれ何やったっけ、何で寺っすよね、あれんてお寺ですよね、うん、雷郷寺っていうお寺なんですけど、あんな大阪のところにあったんですね、うん、うん、そうそうそう、雷郷寺のね、ね、なんちゅう、ご本尊があるんですよ、はい、あ、これこれ、そうそうそう、これね、ご本尊のね、うん、天筆如来っていう、うん、多分ね、絵の如来なんかな、はい、うん、まあ、ご本尊があんねんて、うん、で、それをそのご本尊ちょっと僕も見てないんで、うん、ちょっとどういう姿かわからないんですけど、多分絵なんちゃうかなと思うんだけど、ほんでそれを別にどういうの、ずーっとこういろんなとこで人に見せて、うん、はいはい、みんな拝むみたいな、はいはい、そういうのがあったらしいわ、ツアーやな、ね、それに、はいはい、うん、あ、ね、あの、うん、見影みたいな、そう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 、ほんでそれをな、まあ東京で、うん、見せたと、はい、ほんならそれを見に来てたお医師さんっていう、ほうほう、女の人がいて、はいはい、でそれをこう見て、うん、で拝んで、うん、あのよう覚えてたらしい、うん、ほんでまあでもそのお医師さんは病気かなんかして、はい、亡くなったと、うん、でまあ亡くなったはええんやけど、そのもう家族がね、うん、冷たいんやって、もう、うん、でそのもうちゃんと供養してくれへんと、ほう、うん、その旦那も、うん、息子も、うん、供養してくれへんから、うん、成仏できひんちゅうて、うん、大阪まで来た、あ、その絵を追いかけて、そのうん、まあ、絵を追いかけて、ちょっと話が前後するんだけど、うん、その当時の要するに、何、和尚さんが、はいはい、天筆如来さんになこう向かってお経をあげてたよ、はい、雷郷寺で、雷郷寺で、ほんなら、うん、後ろにその女の揺れが立って、でどないしたんやと聞いたら、そういうその、うん、家族が安城やってくれないんですって、うん、でその江戸でね、はいはい、ここのね仏さんを見て、うん、そのこの仏さんにね、うん、追うて、うん、その成仏したいみたいな、うん、で東京から大阪まで来て、うん、でじゃあ私がお経をあげてあげますって言ってお経をあげてあげて、ほんなありがとうございますって、うん、お礼に私の足跡を残していきますって、その座部っていうのかな、そのお坊さんが座ってるそのあれのその後ろ側に足跡を残して成仏したらしい、その足跡が見れるんです、へえ、うん、物的証拠、物的証拠ですね、うん、いいお医者さんやるねって感じですよね、それでな、その足のサイズがまたな、はい、なんか幽霊っぽい、あ、そう、ちっちゃいな、昔の女の人の足のやつな、ああ、ちょっと内股でな、はいはい、あ、両足ついてます、へえ、はい、うん、絶妙にこう気持ちがなんか、なんていうんですかね、怖そうですね、なんか、うん、まあ雰囲気あるというか、そう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 、うん、そういうこともあるんだなというね、いい話ですね、ええ、
だからまああいつと言ったんや俺、イオロイと暇やろってお前、あのレストランがもう休みやからね今もうレストラン休みやろってちょっと森口まで運転してくれ。なんかなんとなく想像できますよね、井上さんの見た時とか。そうやろ。でな。ほう。行くまでは、そうやそう、またそんなしょうもないこと言うてみたいな。そんなんないでしょう。そんなもうあれでしょう。で行って、うん、で見たら、うん、おお。いいですね。確かにいいですね。その辺ピュアですよね。その辺ピュアやな、鎧さん。言うて。まあまあ、でも、喜んどったけどね。ああ、うん、なかなか、まあ、ずっと見れるもんじゃないですもんね。そうなんですよ。あれ、だから、うん、ちょっと気になってたんですよね。うん、なんか節目節目で公開はしてくれてるし。うん、いいっすよね、そので、パーッと行ってこう、うろうろしてたら、あ、幽霊ですかみたいな感じで、どうぞって言って。いいっすね。そういうノリいいですよね。ほんで、そのね、檀家さんのなんか長老みたいな人が、はい、割と親切に説明してくれた。まあ、今、YouTube もあるんでね、あれですけど、うん、出しましたけど、いろいろ、まあ、こうなんですよ、ああなんですよ、うん、まあ、説明してくださって、ええ、してくれました。森口でありますから、うん、近い、うん、ほんでその帰りにあの滝井新地をちょっと覗いて、はいはいはい、はい、やっと念願の、まあ、あの何もしてないですけど、どこですか、滝井新地。滝井新地ってね、森口ですわ。あ、森口に新地があるんだ。あるんですよ。あ、うん、ちょこっとね。そうなんや。ちょこっとあるんですよ。で、まあ僕ら早い時間、うん、だからまあもう僕ら完全に冷やかしですよね。うん、うん、で、まあ、鎧さんとちょっと見に行こうって言って、うん、まあちょっと探して、あ、ここや、みたいな感じであって、うん、あるやんとか思って。で行って、で、どうやとか言って。うん、で、まあ、また来ますわ、みたいな。うんうん、まあ、しょうもない客やん、はっきり言って、そういう、はいはい、まあ言ったらね、冷やかしかいな、冷やかしかいなみたいな、あの辺か、あの滝井っていう駅があるはずやけど、ちょっとしたところ、ね、ちょっとしたところ、本当にもうほんまに、うんうんうん、一角だけ、うん、あの近くにスーパー玉出とかある、あったかな、玉出線路沿いやで。あ、線路沿いで一本入んね、うん、あ、ほんじゃそこやな、あ、見ました、僕も、あ、雰囲気いいっすよね、まあまあいい、ほんでな、まだやってるんや、やってる、ほんで、で、なんかもう、で、いや、まあ、今日はあれやからとか言って、俺もアホみたいな、うん、態度で行ったら、うん、だからもう向こうは向こうで朝原翔子みたいな髪の毛してみたいなよう言われんねん俺それなゲラゲラとかで笑われて、はいはい、だるいのとかこっちも思うやんか、うん、ね、うっさいねんとか思って、でもまあちょっとほんまに時間早かったから、うん、他のこう家を回って行ってもなんかまだ女の子来てないねんとか、うん、そんなんがあって、ほんならなんかな、一人な、もういかにもベテランみたいな人が、うわ早かったかあら、あーちょっと、あ、ちょっと早かったかーとか言って、そいつはあーとか言って、楽しみ、それか、会社終わりのいや、やってるよ、で、おーっと思って、声もでかいな そう心で言えよ、うん、で、うわーとか言って、で、まあちょっとこう、外れたとこで、うん、あ、今日はあれですかって、遊びですかって言ったら、あ、すいませんが声かけた、そうそう、はい、声かけた、それ録音しといたらめっちゃおもろかったから、うん、そうなんですよ、あ、すごい、ちょっと早かったな、可愛い人ですね、なんかとか言うてんのよ、で、あ、ようこっち来てはるんですかって言ったら、うん、いやいや、僕もこっちは初めてなんです、あほう、滝井新地の、そう常連さんじゃない、じゃないね、うん、で、普段はあっち行ってるんで、あの飛びたい行ってるんで、あ、飛びたい行ってんねんけど、もう
うん、でも飛田はその安くて可愛い女の子いっぱいいるじゃないですか、うんうん、いやそうやねんけどもう触ったらあかん、舐めたらあかん、チューしたらあかんみたいなもうなんもあれやからスケベですねうん、こっちちょっと足伸ばしたんよなるほどなるほど、飛田はちょっとルールが厳しいその高飛車やと、うん、うちは金払ってね、せっかく遊びに来てんのにだから、まあ確かに値段的にはね、多分滝新商が高いです。ああ、そうなん、うん、もうちょっとサービスしてくれてもええかなみたいな。そう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 、だからその滝新商来てゆっくり遊びたかったんちゃう。うん、うん、ちょっと早かった早かったいやちょっとどっかでいやそれらだからな、もうな俺らと一緒に待つっていう感じやって、その人。ああそうなんですか。うん、感じやってんけど、はい、いや僕らちょっと今日はあの勉強だけなんで、はい、ちょっとあのあもう一緒に仲間やみたいな感じで一緒に喫茶店飲みて待ちませんかぐらいの感じやったけど、ちょっと僕ら今日冷やかしのあれなんで、ああそうやねんねとか言ってすごいなんか爽やかな風俗好きな人ですね。なんかそう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 、だからまああの時、ああいう時は恥ずかしいよね、やっぱ息越しがないと。やっぱりまあまあそうですね、うん、ちょっと見に来ましたみたいな、うんうん、その社会見学ですみたいな、うん、クソみたいなやつになってしまいましたでもそんなやっぱりそういう息越しのある男に、うん、走るぐらいのね、うん、早いなあ。そう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 、だって飛び田は割とあれ早くからやってんやろ、多分ちゃうんから。だでも多分昼間でもいけるぐらいの感じやろ、うんうん、早くからやってると思うん、だからそのノリで来てるんやろ、うん、で何やったら早いかなあの、うん、あかんみたいな。なんか確かに冷やかしで言ったら気持ち的にも弱いですよね、こっち。弱い弱い弱いし、うん、あの行くっていう気持ちがあれば、いやいや行くがなって、うん、そう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 、あのなんか言われてもじっくりあれさせてもらいますよ、うん、みたいなね。おばちゃんが何か言ってきてもいや行くからって言われます冷やかしちゃうからそう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 、うん、でもやっぱりね、冷やかしやったらちょっとなんかあいやみたいな感じになるから、うん、森口の方ってあんまり、まあ、あんまり行くことないというか、うんうんうん、昔はね朝日区とかもちょこちょこ用事があって行ってたんですけど、うんうん、なかなか最近行くことないんで。そこは確かに昭和の香りがまだ、うん、ビュンビュンしますよね。まあなかなかね、うん、面白かったですわ、うん。まあほんまあのまあ幽霊のね足跡。ああそれは見たいですね。まあ、機会あったらまた一緒に行ってもいいし。うん、はい。はい、ね、あれですね。うん、ほんでまあ、またおっちゃんとデートでね。あ、おっちゃんとデート、うんうん、遠出ですか。遠出でね、はあ、ね、岩船神社っていうね、うん、あれはどこや、何市になるのかな、何市やったかな、片野やな、多分片野、片野市やな、はい、うん、あんまり行かへんや、うん、行かないっすね、片野市。でも石切とか東大阪とか四条縄手とか、はいはいはい、あっちの方なのかな、片野、うん、片野市にあるね、岩船神社っていう、ほうほう、神社があるんですよ。でそれはね、ナイスモーターサイクルの岡田さんに教えてもらったんですよ、はいはい、うん、すごいですよって、うん、で岩があって、うん、でなんかね岩窟体験っていうのが本当はね、うんうん、でそれはなんか岩の中をぐわーっとなんか行けんねんて、うんうん、撮影は禁止らしいんだけど、なんかこっち岩の掘ら穴というか中をこう行って、まあすごいですよみたいな感じで、うん、教えてくれたんですよ。で行きたいなと思って、でおっちゃんに行きませんかって、で行きましょうかって言って行きました、うん、でね、ただ行った時がね雨でね、うん、雨やったらその岩窟体験ができないんですよ。ほうほう、うん、だからね、まあ、結局神社行っただけ。ああそうなんや、岩窟体験が、うん、できなかった。残念ながら、うん、できなかったんですけど、うん、
まあす、うん、面白そうですね、岩窟体験が。岩窟体験面白そう。ほんでもね、岩船神社もええとこでしたよ。うん、岩船、うん、岩船神社、うん、めっちゃええとこやったね。岩が、うん、こうごっつい岩が、うん、巨石巨石やね、巨石信仰、巨石信仰、うん、そう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 、まあ、確かに神々しいというかね、うんうん、岩が御神体で、その前にこう拝殿があって、うん、拝むみたいなね、まあ、そういうパターンやね、うん、まあよかった、よかったんやけどね、うん、で、それがちょうどおっちゃんのね誕生日ぐらいやったんかな、はい、ちょうど、うんうん、で、なんかのあれで誕生日ですやんかみたいな、うんうん、言ったら、おお、ほんまやって、まあまあそれなんも、まあ、そういうとぼけもあり、うん、でね、いつもだからなんか交通費とかも出してもらってるから、はいはい、悪いなと思って、うん、で車乗るでしょ、うん、ならいつもねカードが入っていませんっていう、うんうん、あれやから ETC の、はいはいはい、ETC のね、 ETC のね、うん、機械はあんねんけどカードが入ってない、うん、よね、ね、で、あ、これまあなんでカード入れてないんかな、入れてないんかなと思って、うん、思っててん、うん、だけどまあだからいつも現金で払いはんねんね、うんうん、高速代を、うん、でなんでこれ ETC のカードいつも入ってへんのかなと、昔はカード持ってたけど、うん、なんかでもそんなん嫌になってやめたんかなとか、うんうん、だけどまあ機械だけ置いてんのかなとか思ってたんですよ、うん、ほんで僕 ETC のカードは持ってるんですよ、はい、うん、まあね、うん、でそうやと思って今回は俺の ETC のカード持って行って刺したらええんやと思って、うん、持って行ったんですよ。でね、あ、これあの ETC させてくださいって言ったら、うん、うえっとか言って、これはとか言って、いや、これここに刺すんですわ、うん、うえっとか言ってまさかの知らんかった、知らんかって、あ、何かなと思ってたんですね、うん、知らなくて、いやいや、これね、刺すんですよって、うん、で刺してね、で、あの高速道路のその ETC 専用のとこ、うん、行ってくださいって、うん、今度開きますから、うん、でビューってパッて開いたら、うわー、悲しいこれ便利やなって、これどこで買えますの言うのよ。で、いやいや、これはね、あの買うとかそんなんでないんですよって、うん、銀行へね行って申し込んでくださいって、ほんならあのくれますからって、へえー、から知らんかったんや。何やと思ってたんでしょうね、 ETC って書いてある、書いてあるでしょ。で毎回毎回エンジンかけるたびにカードが挿入されていませんっていうわけやんか、うん、ほんで何やと思ってたんやって俺も聞いたんや、さすがに、いやー、こうだからついてるからなんかやろうなっていうそ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 んな感じ、まあ良かったですよ。ほんで、まあ、岩船神社行って、うん、石切り、あ、石切り、石切りも回ってね、まあ、あいにく雨でね、もうどこも空いてなかったですけど、まあ、石切りのあの商店街をこう歩いてね、うん、あ、まあ、チンスポットですね、大阪でも、うん、有数のチンスポットだと思うんですけど、そうですね、あの辺を歩いてね、うん、雨の中ね、はあ、もう完璧なデートです雨もまたいいじゃないですか、ね、雨もまたね、いいんですよ、雨もね、雨の石切りがね、良かったです、はい、うん、まあ岩船神社もね、良かったです。一応それも YouTube に上げてあるけどね、はい、うん、岩窟体験もね、うん、できたらよかったんやけど、うん、まあ、大阪もやっぱりいろいろあるね、話してね、
そうですね、うん、なんか調べてみればね。そう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 。だから僕もまあもうフィリピンも行かれへんし、うん、結局もうパワースポット巡りですよ。ああ、うん、そうっすね。結局はね、いつ行けるんかっていう感じですよね、うん、ですよね。でそらん言ってたらね、うん、なんか僕のまあ僕のもう一個のこの血液型ジョンのチャンネルじゃなくて、うん、僕がもう一個やってる方のチャンネルね、うんの方で、そのフィリピンの結局、うん、まあ、心霊治療じゃないけど、うん、ヒーリングとかそういうのの動画を、まあ、いっぱい上げてるでしょ、うん、その中でもね、特に人気があるやつが一本あるんですよ。ほうほう。なんせ、なんかまあ、もうバズってるやつ、バズってるやつがあるんですよ。ほんまに50万回ぐらい見られてて、すごいです。うん、でなんかね、なんかもう正月になったら、うん、よし正月やしこの動画見だなとかいうぐらいの、なんかこうちょっとクラシック化してる動画が一本あるんですよ、はいはい、確かに。でもうまあコメントもめっちゃついてるし、うん、でなんか愛されてるんですよ、うん、結構ね。まあそれなんでか言ったら僕の顔がおもろい。へえ。あ、その施術受けてる時のその僕の顔が間抜けすぎるっていう、ちょっとこわばってる。そう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 。まあそう、まあそういうのもあって、受けてるんですよ。受けてるんですよ。なんせね。で、まあそういう動画があるねんけど、うん、その動画ノーカット版みたいいうやつが出てきたんですよ。ほう。金払うから、もしよかったら、アップしてくれ。アップしてくれませんかっていうやつが出てきたから、まあ別に金はいらんけど。まあ、そういうんやったら、うん、アップしようかってアップしようかって言ってアップしたんですよ、うんうん、まあ喜んでますねほんまに。うん、うん、へえと思って。やっぱり人気シリーズとか人気シリーズもうでやっぱりその、 早く新作が見たいんですとか言ってくるんですよみんな。そのでもそのフィリピン行かれへんからなとか言ってね言ってるんですけどね、うん、もう物足りなさを感じてだそのノーカット、うん、もうそれやったらもうもうせめてノーカットをくださいそれだからね、なんかおばあちゃんがこう変な文字をビャーって書くんですよ、うん、文字というか図形というかなんかをこうバーッと紙にバーッと書いていってそれでこうなんかするっていうやつなんですけど、その書いてるのをよく見たいんや、うん、何を書いてんのかって、ほう、うん、って言ってまあまあそれとアップしようかみたいなで、まあ、しましたけどね、うん、だから、何合宿免許行ってましたけど、うん、その、まあ、合宿免許もね、まあ、いろいろあるんですけど、なんやろ、その行った小町っていうところが、まあ、結構やっぱり歴史がある町というかね、うん、うん、あれでね、で、向こうで何自転車を貸してくれるんですよ、うん、清州署でね。で、で、まあ、空き時間があったら自転車に乗ってね、はい、その辺走り回ってね。でその同期で入った山本さんと、うん、A さんっていう中国人の人と、うん、僕と、まあ、3人仲良しになったんですけど、まあ、山本さんちょっとカリキュラムが違うかったんですよ、はい、まあ、いろいろあってね、うん、で僕と A さん大体一緒やから、うん、2人でね、まあ、付き合ってもらって、うん、いろんなその、まあ、神社とか、うんうん、回りました、うん、でね、金太郎おるでしょ、うん、足柄山の金太郎ね、はい、うん、足柄山自体は静岡かな、うん、それこそ、うん、その辺やと思うんですけど、けど死んだのが小王朝らしいんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんです、うん、なんかどっか九州かなんか行く途中で亡くなってる、ね、そこで亡くなってるんですよね、うん、でね、なんかっていうこともあって町のシンボルは金太郎なんです。あ、小王朝の、そうなんですね、だからそのマンホールとか金太郎だったりとか、ほうほうほう、金太郎なんとかみたいな、うん、だから食い物とかも、うん、そういうもんが多くて、うん、で、まあ、そういう、ほんで、だからその死んだと言われてるとこに、うん、まあ、神社があったりね、うん、うん、あったりとかね。あとね、面白かった油地蔵っていうね、うん、お地蔵さんに油を
ビャーってかける。普通水じゃない、うん、水を備えるじゃない、うん、で油だからなんかみんなサラダ油を備えてあるでこうなんか下にドワーって油がもう溜まってて、うん、その油を柄杓ですってまたかけるみたいな、うん、まあそれを、まあ、油をまあどうしようもないやんか、うん、油は水やったら乾いてあれするけど でもその油を溜めて石鹸を作ってはるんですよ、はい、でその石鹸はまあ持って帰ってもええみたいな、うん、うん、持って帰ってきました、ね、まあでもなかなか面白かったですね。でも油をかけるお地蔵さんっていうのは所々あるみたいね。なんか聞いたことあるんですね、うん、油地蔵、うんうんうん、ちょっと注意してね、うん、油系をちょっとまたマークしていこうかなと。あ、油系地蔵、ねうんうん、水系じゃなくてね、だいたい信仰には水がつきもんですけど、まあ、ぬるぬるなりますよね。ぬるぬるです。にちゃにちゃ。だからその中もにちゃにちゃ。にちゃにちゃやけどね。そういうのがあったりね。あとね、これはすごいと思ったのはね、うん、四角いね、あれがあるんですよ。土俵。ほうほう。うん。土俵やけど、四角いんです。うん。うん、で、まあ、角度表があるってね、うん、で、こう、行ったんですよ、うん、A さんと、ちょっと山の上やねんけど、ああ、行って、おー、A さんあったーって、あたかカバーしてあれね、うん、まあ、年1回、なんか子供相撲みたいなんで使う、はいはい、で学校の横にあって、でも、まあ、ええもんらしい、なんか500年か600年ぐらい前のもんで、でまあ、こうちゃんと優勝書きも書いてあってね、うん、で元々はあのねだからあれとか見たことないか佐山悟と高遠力が喋ってるのとか高遠力チャンネルで、うん、その佐山悟がゲストに来てて仲やねあれ二人ほんで、あ、そうだ、うん、でその住まいっていうねあ、うん、相撲の原型のスポーツがあってそれはもうほぼ格闘技やったみたいな。ああそうなんですね、うん、あってなんか見たかもしれないですね、うんまあ、そういう話が あんねんあってほんで、まあ、神事ですもんね。まあまあ、うんまあ、神事とはいえ、うん、けど何やったかなもっと、のなんかねもっと格闘技やったんや、うん、殴ったりで殺しなんかね蹴り殺したとかいうあの、ね、なんとかの宿根っていうのが相手を蹴り殺してその相撲の神様って言われてる神様がいて、うん、それこそ深川にあるんじゃないですかね。ちゃうんかな。あ、相撲神社撲 なんとか宿根神社かな、はい、うん、そうかもしれない、うんうん、行きましたよ、僕も、うん、でね、まあ、その元々はそういう格闘技に近いような、うん、それちゃんと言った方がいいな、ちゃんと番組やねんから、うんうん、相撲の神様な、うんうん、のみの宿根やったかな。ああのみの宿根やな。そうそうそう。のみの宿根っていう人が、そうですね。恥師の師として、うん。トーマ、これなんだよな。大麻の気早っていう人と勝負して、うん、のみの宿根が勝ったいう。話があんねん。そう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 。あ、そうそうそう。やっぱり行きました行きました。墨田区にあるんですよ。はいはいはい。そういうことなんですよ。うん、うん。で、まあそれはまあその話からするに、なんていうかな、そこでやった。いや違う違う。そういうわけではない。あ、その佐山さんと高取引が言ってるのは。言ってて、ほんで元々はその相撲と格闘技。っていうのは、うん、相撲っていうのはもうちょっと今は様式的になってるやんちょっと、うん、けどもうちょっとあの格闘技っぽい、うんうん、要素があったんですね。要素というかまあただまあ要するに喧嘩やったと、うんうんうん、まあととまあ要するに何あれなったあの戦うやつローマとかで
ああ遣唐使、遣唐使みたいな感じやったかな。面白いですね。そう、まあまあ言っても剣は使わへんけど、うんうん、という話、まあ、実際どうかしらね、うん、まあ、これはまあまあそのもう伝説やからな、うんうん、そういう話があって、ほんで確かにね、小柱にロープを張った、だからリングやな、うん、あプロレスですね、うん、リング状になった、うん、四角やし四角あの土俵っていうのも一般的やったらしい、うん、それを優秀楽器を見るにね。でだから四角い土俵っていうのは、うん、まあ、まあまああるあるもんやったらしい。別にその、うん、今は丸やん、うん、絶対に別に丸って限ったもんじゃないと、うんうん、四角っていうのはあのないもんではないやみたいな、そういうもんらしい。ああで、あ見たいなと思って、でも皮かかってるから見たいなと思って、でまあ実際思ったんやけど、うん、まあ、ちょっと今ね、あの琴文さんが体悪うして入院してはるから、うん、でまあ見せてあげたいなみたいなのもあって、うん、ああこれええもんやなと思って、で実際写真撮って見せてあげたいなと思って、でその学校の教頭先生に、うん、まあ、高校で琴富士さんっていうね、うん、優勝経験のあるお相撲さんがいて、今ちょっと体悪くしてね、あれなんですけど、元気づけるためにちょっと写真を見せてあげたいんやと、うん、この覆いをねめくらしてもらっていいかい、はい、あの交渉してなら、あいいですよっていうことで、うん、まあ、あのめくらしてもらって、で写真撮りました。お、うん、でもねあれはねめくってね、うん、うわっと思いましたね。なんやろ、お、うん、ま、確かにこれはここに何やろ神様がおるんちゃうかっていう、あちょっとこう神秘的な、うん、聖なのこの、うんうんうん、神聖みたいなのがね、うん、こう土俵の中になんかおるという感じがね、うん、なんかこうしたんです、ね、バイブスが伝わってくるというか、うん、オーラを感じるというか、まあサムシングエルスやな、うん、なんかこう来たよね、うん、確かに、うん、あんまりそんな俺思わへんけど、うん、あれは来たな、 あの角度表は、うん、角度表はもう1個だけやねんて残ってんの、へ、うん、でやっぱめくった時にその中国人の相撲の素の字もわからん、うん、A さんも、うん、おーって言ってたから、あやっぱ何かこう、うん、やっぱりただならぬものをスピリットが、うん、やっぱり確かにあるなっていう、うんうん、そういう感じがねしましたよ、ね、お、うん、それでね、うん、まあ僕もねまあ、思うところあってとか、まあ、ちょっとまあへえと思って、うん、あなるほどな、これがこうそのリアルな土俵の感覚というか、うん、なんやみたいな。それで、ね、まあ言ったら今まではさ、なんていうの、女の人が土俵に入ったらあかんみたいな、はいはい、話があるじゃない、うんうん、ほんでそれは神様がおって、うん、その神様っていうのは多分女の神様やねんな、うん、あのなんちゅうの、一応こう神社の感じになってんだけど、はいはい、こう女の神さんの平行か垂直かですかね、そう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 のようにあの屋根のな、うん、あれがなってるよ、こうなってるとこが、うん、X になってるとこがなんとか作りっていうの、うん、言い方があるんやねん、はい、らしいんやけどがあって、ほんでやっぱりその女の神さんがおるようになってるわ、うん、あの土俵のあれはね、はいはい、で、ああ確かに女の神様がおって、うん、で、あれ女の神さんがおるから女の人が入ったらかね、うん、というまあ原理というか、はいはい、いや山と山とかって山にも女神様がおって、はい、その女の人が入ったら焼き餅焼くから女の人が入ったらあかんっていう、まあそういう理由なんですか、ね、そういうまあ理由というか、まあうん、まあ宗教的原理というか、まあそういうことやな、はい、まあそういうことやんか、うんうん、でまあ俺もそれはさ、それまではね、うん、なんか差別的やなと思ってたわけ、うん、単純に、うん、単純にね、そんなん別にお前迷信やみたいなぐらいの感覚でおったわけ、うんはいうん、でまあ、だけどねやっぱりね、あこれは神さんはおるなと、うんうん、
いう感じはまあしてね、はい、でじゃあね、じゃあですよ、なんていう神さんや、なんやねんと、うん、神様は。その何の神さんがおるの、はいはいはい、うん、その土俵に、うん、どの神様がおんねんって言ったら、やっぱりね、それはね、はっきりしないです。あ、そうなの、名前がないんや、うん、別に。そうなんですよ、そこなんですよね、うん、だから神様がおる、神様がおるって言うんですけど、なんやろ、だいたいね、だいたいあるでしょ、日本書紀とかなんか、あ、そうそうそう、なんかその具体的な神さんの名前がだいたいあるはずやね、うん、ね、うんうん、それが、うん、分からへん、うん、結局ね、うん、ほんでやっぱりね、僕もそれをこう、まあ、まあ疑問に持って、うん、まあずっと調べたら、やっぱり同じような疑問をね持ってる人がいて、うんうん、でヤフー知恵袋で、ほう、あの質問してた、質問してる人がいて、うん、でやっぱり同じようにね、まあそれははっきり言って、うん、そのはっきりしないと、うん、でも結局はまあ要するに天の岩戸開きですか、うんうん、じゃないけれども、やっぱりその天照らす、うん、大神がいると考えるのが、まあ、自然なんじゃないですかみたいな、はい、うんうんうん、まあそういう話なんですよね、うんうん、けどそれはさ、別にまあ俺もまあそういう感じなんかなという、うんうん、漠然とね、まあまあ納得したんだけど、うん、納得したんだけど、でも相撲協会とか、うん、そういうのはその辺ははっきりさしてないわけ、はい、信じなんや信じなんやと、うん、って言うけど、具体的にどういう、まあ、信じてたって、うん、ね、何々の神さんがおって、はい、その神様に当てるための信じっていうのがまああるべきなんじゃないの、うんうん、っていうあのふうに思うんだけど、うん、そうですよね、うん、でだから結局そのまあ女の神様がいるから、うん、女の人が上がったら、まあ、いかんと、うん、まあ、そのストーリーは確かにわかるんだけど、それはね、そのなんていうの、とにかく上がったらあかんっていう話じゃないと思う、うん、そもそも、うん、でそのなんていうの、まあ、上がったら上がったで、うん、まあ、その女性が上がったなりのね、なんかリチュアルというかそういう儀式、うんうん、があればそれでいいのかなと、うん、もちろんその常時上がったらあかんって言うやったら上がったらあかんでとしても、まあ、何らかの必要性があって上がって、で女性が上がった時には上がった時なりのなんかね、そういうこうお祓いをするとか、うん、ね、そのそういうのがあればね、うん、何の問題ないのかなとも思うし、でそのヤフー知恵袋でも、うん、もしアマテラス大神なんだとしたら、うん、それは別にその女性を寄せつけないような神様じゃないでしょっていう、うん、その答えてはる人の、はあ、まあ、解釈もあったりとか、うんうんうん、あるいはね、例えば昔はその女相撲っていうのがあったんやと、あ、うん、ありましたよね、別に、うん、別に、うんうん、それはその昔から本来あったはずなんや、だからその何もね、うん、その神様を喜ばせるために女相撲をやってたっていう歴史もあるんじゃないですかと、うんうん、いう話もあって、そんなことをねいろいろね、うん、ちょっと考えましたよ、うんうん、それぐらいここに神様がおるっていう、うん、なんかこうリアルなね、ほうほう、感触があったね、うん、あの神聖な感じだった、神聖というか、あ、ここは確かに、うんうん、あの普通じゃないっていう、うんうん、まあ、パワースポットっていうか、うん、でも一応動画も撮ってんねんけど、うん、まあ、僕もあの琴富士さんの名前を使ってね、はいはい、だからシートをめくった、うん、関係もあるし、あんまりねそれをその YouTube なんかに載せるのもね、うん、あれかなと思って、もうそれはやめときますけれどもね、ええ、
うん、でそれをねやっぱ写真を撮ってね、うん、もうこっち持って帰ってきておっちゃんに見せたんですよ、はい、こんなねこんな土俵があったんですよ、うん、でそのおっちゃんも見てねうわこれはやばいねって、うん、これはやばいなって、うん、そうなんですよ。ほんでこれは琴富士さんにね見せたろうと思ってるんですよ、うん、こうやって、うん、ああとか言ってああこうやって、うん、ああ確かになってこれは元気になると思うわ、うん、で逆になってこれあの人っていうね、うん、あの人、うん、あの人、うん、おじいさんがお相撲さんやろ。あ、俺か。見てもうた方がええんちゃうって。ああ。が田中さんのこと、田中さんですよ。ガモン先生のこと。はいはいはい。うん、相撲取りですからね。そうそうそう、はい、おじいちゃんが相撲取りやから、うん、これはあの人に見てもらったら、でも俺はあーこれはいや俺は分かんないじゃないですかって言うてはった。あ、うん、でもなんか、はい、みんなが見てすごいって思うところって、まあ、みんなが見てっていうか俺とおっちゃんと A さんやけどねでもまあ、あんましないじゃないですか、諏訪山さんも。もう俺ほんまあんまないね、うん、なほんまないけど、パッてバーッとめくっていって、バーッとめくってこう、うん、土俵がバーッと出てきたときに、おわーと思った。これは来てよかったなっていう、うん、これはなかなかね、うん、素晴らしい。確かにそのほんまに古くて、はい、でその各土俵っていうのはもう1個しか残ってない、ね、うん、だから昔からそこにある各土俵やねんて、うん、うんうん、そういうもんらしい、ええ、へえ、うん、だからもちろんだからあれ多分ね何年って書いてたかな、うん、確か500年ぐらい前のもんやとしたら、はい、そらねその今の大相撲の感覚なんかよりずっとずっと古いわけでしょう、うん、ですね、室町とかですね、まあ、ね、まあもうその江戸以降でしょ多分今の大相撲、うん、ね、江戸後期以降ですよねおそらく。そう思ったらもちろんそれよりはずっと古いわけですからやっぱりなんちゅうのまあええですよね、うん、まあええですよねっていうのもあれですけどこれかなちゃうわ、うん、やっぱりね金太郎のあれがあるからかな。あ、なんかね相撲しますもんね。相撲まあするでしょ熊とね、うんうん、あ470年前、1512年なんですよ。だからこれこの優勝書きを書いた時からもう多分何十年か経ってるんですよ、うん、え、1512年か、今が2020年でしょ、うん、だからほんまに500年以上、はいはい、うん、経ってるわけや、うん、ですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんです、そうなんです。だからまあそういう意味で言えばね現代相撲のその歴史よりもさらにもうずっとずっと相当古いわけですから、うん、まあそれがあそこに残ってるというのはね、まあ、めっちゃ、うん、あれは、うん、先生ひょっとして行ったらもうおじいちゃん語りかけてくるんちゃうかな。ああ、うん、鉄よえしょうもないことばっかり言うとったらあかんぞ嘘ばっかりついてるらしいなみたいなすいません許してください。でもねあれはほんまにへえと思った。なんかあんなに僕も感激するとは思わんかった。でもそれじゃあその、うん、え、どこでしたっけ津山の、うん、え、小王朝、小王朝、はい、日本で唯一、唯一、はあ、はい、それは貴重ですね。はい、そうなんですよ。じゃあ500年前にやってたんですねそこでやってたんでしょう、うん、実際そう思います。ほんでねまだ金太郎の話しましたけど、うん、ほんでねそれとは別にもう教習所から本近くにね、うん、八幡神社があるんですよ、うん、でそこをまあ行ったわけですよまた A さんとね、うん、で行っ
ってパッと見たらね土俵あった。へえ。なんか境内にゆかりがあるんだ、ね。なんかやっぱり相撲するんかなほんまに。うん。まあ、昔はあったんやってみんな言うんですけどね。ああ、うん、それぞれ地方に。そう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 、うん、まあ、学校の校庭とか神社とかに土俵はあったもんやって言うんですけどね。うん、あんまり見ないでしょ。見ないっすね、うん、正直ね、うん、うん、お土俵あるなと思って、うん、びっくりしましたけどね、うん、はい。まあ、小王朝ね、なかなか、うん、もう何にもないとこやとか言ってね、うん、もう散々書かれてるんですよ、レビューに、はい、ですけど、まあ、そんなことないです、うんうん、ちゃんと調べれば、そう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 、ね、あるし、うん、なんかやっぱり農作物なんかも豊富で、うん、でなんか物が美味しいと、うんうん、いう感じはしましたね、ですからいいと思います。先生も行ったら。あ、行きたいですね。うん、はい。あの松永自動車学校。合宿ね。でもね、僕もね、うん、まあ、僕ばかり喋ってすみませんけどね、いえいえ。僕もね、あれですわ。ほんまはね、うん、まあ遠いとこももうだるいな思ってさすがに、うんうんうん。もういちいち沖縄とか。はいはいはい、もう行って帰るだけでもう2日潰れるなと思って、うん、まあ、言うても僕も社会人ですから、うん、まあ、そういう理由もあってもうオートマにし、うん、オートマ限定でもできるだけクイックに取る方向で行ったわけなんですけど、うん、で、まあんまり遠いのも困るなと思って、で兵庫県内のね、うん、学校に最初は申し込んだんですよ。ほんなら日が会えへんかったんです。ああそうなんですか。そうそうそう。ほんでその代理店の人がまあ、その日で空いてるのは、うん、岡山の松永さんやって空いてますと、うん、言われて、僕も何も考えと、あ、もう本ならもうそこにしてください、うん、あのやっといてって。ほんでそこは何がいいって言ったらね、年齢加算があんまないんですよ、うん、だからよそはおっさんは高いんです。ああそうなんです。うん、ちょっとだから、はい、そんなんがあるんですよ。だから差別じゃないですか。うん、ほんで若い人はなんていうの、卒業まで絶対面倒を見てくれるけど、うん、もうおっさんはもうあの勝手にしろと、金取られるとか、うん、どんくさいから、うんうん、そういうのがあったりとかしてなんですけど、松永は、ね、あんまないんです。それが、うん、なんかね、宿泊代だけはおっさんは払えみたいな感じになってるけど、うん、もし延長になった場合ね、うん、だけど。なんかまあ別に年いってても同じ値段で面倒見てくれるんです、うん、で、まあ、まあそれとそれでお願いしますって言ったんですけど、申し込んでからね、どんなとこやろうと思って僕もウキウキで調べたんですよ、うん、だからね、評価がめっちゃ悪いめっちゃ悪いですね。ちょっとそれ、その評価のレビューの悪さが、うん、ちょっとしたネタになるぐらい悪いんですよ。うん、そうなんですよ。で、と思って。ほんでね、松永自動車学校スペースってしたら、もう幽霊って出ますよ。うん、で幽霊出るんかいみたいな。うんうん、とか、なんか、まあ、思ってたけど、まあ、もう、我々みたいなその厳しいね、うん、修行してきた人間には全く余裕でした何にも全然これっぽっちも厳しいとか感じなかったし、うん、寮生活も快適、うん、もうごちゃごちゃ、まあ、おっさんは言ってくるけど、うん、そんなんでいちいちもう不満とかもう全くないだから若い人で、うん、もうそれこそブッダな、親にも殴られたことないのにみたいなやつらはちょっと何か言われたら腹立つんかな、あれかもしれないですね。まあ確かにね、それはまあ言うてくるんですよ、うん、あのまあ言うてくるっていうかね、ほんまお前生徒のことこれっぽっちも考えてないなみたいなやつはいるんです、確かに先生でね、うん、でもまあ先生も、まあ、こっちからしたらもう先生も大変やろなって、うん、もう思えるやん、うん、もう社会人やし、うん、だからほんま気にならへんというか、
あれやねんけど、うん、まあそうですね、若い子やったらそうかもしれないですね、うん、ちょっと言われたら言われた言われたって思うんかな、うん、でも評判もめっちゃ悪い。へえ、うん、そうなんや、うん、それはね、なんか本人らも気にしてるみたい。ああ、学校側もなんか、まあ話して書かれるけどなって、うん、うん、なんかそんな感じやね。まあそんなに悪くなかったですね、うん、僕はね、うん、うん、まあ、まああれぐらいやったら、うん、まあでも必要最低限は最低限っていうか、うん、まあほんまね、ちょっと後で気づいたんやけど、テニスできるらしいね。うん、うん、それに気づいてたらね、テニスして遊べたんやけど、うん、はい、うん、うん、とかね、まあそういうのもないわけでもないし、うん、まあねえ、なんもないっちゃなんもないねんけど、うん、でも3食付きでしょ、うん、で行き帰りも面倒見てくれるんですよ。ほうほう、うん、で何、まあもちろん寝るとこも、まあ、めっちゃええとこですよ、うん、で寝れて、でえで勉強、その車の勉強もして、うん、20万そこそこ、23万ほどかな、うん、22万なんぼやと思う、払ったんはでしょ、安いもんですよ、うんと思いましたね。考えたらね、うん、これだから売る側から見たら安いと思う、うん、あれは、うん、と思いましたね、うん、うん、申し訳ないですわねほんまに、うん、ほんでまあなんとなくですけど、うん、まあ、旅行気分じゃないけど、まあ例えばフィリピン2週間行きますとか、はいはいはい、まあそういう感覚で家を出るわけ、はいはい、だからなんとなく10万ぐらいね、うん、一応ポケット入れて、うん、遊ぶと旅、まあ、遊ぶ、まあ、そう、なんかでいるかもしれへんし、うん、ね、うん、と思って行くでしょ、うん、一切金使わないですよ、一切。あ怖いもんで全然金使わんで、なんかドリンクも中にフリーで飲めるやつがあるし、おー、うん、それはいいですね、うん、だから A、だからわざわざちょっと外へ出て行ってね、うん、A さんにちょっとケーキ食べとか、うん、ぐらいなもんで、うん、食べさせたりね、うん、して、まあ、たまにだそういう外食、無理やり外へ出て外食したりとか、うん、まあそんなんでちょこっとあれするぐらいでね、うん、まあそれは食べるもん選べないですけど、うん、毎回決まったメニューなんでね、うん、決まったメニューとか、その献立は変わるんですよ、けどあのメニューがあって選べるわけじゃないですから、うん、うん、ですからまあちょっとね、まあ、揚げ物とか多くて若い人向けやなっていう感じはあります、うん、メニューがね、メニュー内容、まあ、まあそれはそうやけど、うん、よかったですよ。ほう、はい、確かに今思って安いですよね、20って安いですよ、うん、なんか若い時は高っとか思ってたけどよく考えたら安いっすね。そうです、あんだけしてもらってね、うん、免許取れてですか、20万でですかみたいな確かに安いな、うん、先生取った時は合宿やったんですか。いや、通いですね。通いか、うん、まあでね、僕もね、こんな年になって合宿と思ったけど、うん、おっさん結構います。ああ、はい、そうなんですね。余裕です大体だからおっさんもいるし、うん、でまあその省営に限って言えば、うん、半数以上は外国の方です。ああそうなん、うん、だからまあ中国、うん、ネパール、うん、でベトナム、うん、でジャパンって感じ、うんうん、そうですね。なんとなくまあ中国人軍団と僕はつるむことが多かったかな、うんうん、とは思ってますけどね、ああ楽しかったな。ああまあ旅行気分ですよね、ちょっとした、はい、で尼崎から来てる女の子が一人いてね、うんうん、まあ可愛い子でね、うん、ちょっととっつきにくかったんですけどね、最後いろいろ喋るようになって、うん、まあ、まあそれもよかった、うん、なんかこう学園生活みたいな、あなんかなんか女子とも打ち解けたうん、感じもあるし、うん、
ただやっぱり大阪のね、うん、大阪はねやっぱ問題があるんですよ。多分これ維新の不正が悪いんやと思うんですけど、はい、ね免許全然取れないんですよね、あれ。え、混んでて。ああそうなんですか、うん、で何ヶ月先とかなんですよ。ほうほう。その免許センターがだから学校出ても本面の試験を行くのに時間がかかるんや。何ヶ月待ちなんですよ。へえ、うん、ほんでねその山本さんっていうのが、まあ、今もまだやってるんですけど、うん、あれなんですよ、元トラックの運転手でね、うん、で、更新忘れで免許失効させてるんですよ、はい、うん、ほんでえトラックの運転手やのにみたいなそやねんかなんか言って、うん、でもうね仕事できないじゃないですか、うん、困っとんねんってほんででねでもねそういう人はね仮免許を持ってきてた、うんうん、うん、だからその普通免許は割と早く取って、うん、帰りはってうんね、ほんででもその学校出てもなあえて、うん、その免許取りに行かれへんねやって言うから、いやこのスタジオのね、うん、住所でよかったら、うん、まあまあ、まあ、これまあこういうのがね、うん、まあまあ厳密に言ってあんまええことないと思うんですけど、うん、もうここへ住所移しはったら言うて、はいはい、うん、うん、転居して、うん、大阪やったら取りにくいけど、うん、ほんなら明石行けますやんかって、うんうん、言うて、でまあそないあ助かるわかなんか言って、うん、で今そないしてね、でまあすぐ免許普通免許はすぐ取れてんけど、うん、今だから大型の免許、はいはい、トラック飛び込みで、それはねあのなかなかないねん、その試験が、うん、なんか多分だから一生懸命行ってはるわ今で、行くためにまあ、うん、一応こっち寄ってくれて、はいはい、でまあ飯食ったり、うん、言うてたその A さんっていう中国のやつも、うん、そのどうするってお前もこっちで移ってくるかって、うん、なあいいですかってでもいやそれこっちはええでって、うん、あの横浜さんじゃあ須山さんにね、うん、迷惑かかりませんかみたいなこと言うんだけど、いやいや別にそんな俺はかめへんからって、うん、ならあの証取りに行けやってで行きよった。おうん、まあ、そういうね出会いが出会いがあって最高全然寂しくないですね。全然寂しくない、うん、もうおっさんは辛いぞみたいなことを聞いたりしますけど、ね、聞いたりしましたけど、まあそのね山本さんの人がええ人やったんですよこっつい、うん、気のええおっさんでね、でなんかもう車に乗るもうだからそのもう行くときはもう鬱陶しいなと思ってるわけやんこっちも、うん、もう何新大阪で待ち合わせて、うん、バンに乗せられて岡山まで連れて行かれんねんけど、はい、でもやっぱり 新入学やから、うん、憂鬱、まあそのウキウキとした気分半分憂鬱な気持ち半分で行くやん、うんうん、ほんならそのもう山本さんの人がなんやかんやなんやかんやと思うと喋りかけてきて、ほんでどうやこうやって、うん、してくれて、うん、そうだね。で無事免許も取れて、無事免許最高っす。もうスッとストレートで取れました、ね、先生の運転ずっと見てたからそれで、ええなんとかね、うんうん、僕もあのよう言うやん年齢の数だけ金いるって、うん、だ50歳やったら50万いるみたいな、まあ、言われた時まあまあで、あのこの年になっての合宿っていうのが、うん、まあ僕にとっては良かったです。今新鮮です、ね、新鮮ですよね。ないですもんね、うん、まあ良かったです、うん、先生も行くんやったら合宿なかなか合宿ね、はい、ネタ作りやと思って、あ、うん、なんかあるから、うん、その地域を深掘りできるから絶対に、うん、まあ、だから僕と一緒のとこじゃない方がいいかもしれないね、うん、そういう意味では、うん、どっか変なとこ行って、うん、その地域をこう逃げ出したくなりますよね、なんかね最初はねもうこんなん2週間と思ったんよ、まあ、最初はそっか2週間って早いっすね、うん、最初思ったんやけど、うん、
まあまあまあ早いな、うん、割と、うんうん、最後の方はもううわもう分かるやなみたいな、そう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 、ほんでまあストレートで行ったし、余計な金もいらんかったし、思ってね、最後ね一泊、うん、自分へのご褒美で、うん、一泊津山で、ほう津山まで出て、はい、だからもうその土地から言ったらもうちょっと乗ったら津山やねんけど、はい、津山も大都会です。ほうまあ全国の皆さん津山っていうのがどういうとこか分かるかどうか分からないけど、うん、まあ岡山県、まあ岡山県の北東部やね。そうですね。兵庫県に割と近い、ね、うんうん、とこですけど、うん、でそこでね、まあ一泊して、うん、でやっぱり津山自然の科学館、ああ、もう行きの、はいはい、うん、してね。観光ですね。観光、うん。そうやな、津山からは次の動画にしましょうか。ほう、ちょっとちょうど1時間ぐらいになって、はい、津山からは、うん、次へ続く。